どうも、ちゃこ先生です。今日はベル君について喋りまくる、雑談動画になります。よろしくお願いします。一番コメントが多いのがストプリ関係のね動画なんですけども、その中でも結構ジェル君推しのコメントが多かったので、今回はジェル君で行ってみたいと思います。私がまずジェル君知ったきっかけなんですけど、リーヌ君とジェル君を多分同時期ぐらいに知ったんですよ。で、ジェル君は遠いさんシリーズを見て知りました。今日は遠いジェルっていう風に書きたいと思います。これを綺麗に書けるまで今日はね雑談していく感じになります。遠いさんシリーズの一番最初、個人的にはもうね、あれが最高傑作だと思うわけ。あのエピソードを第1話に持ってくるっていう、あのセンスがすごいと思う。本当にすごいと思う。遠いさんって打ったら検索のてっぺんに来ると思うんで、本当見てください。めちゃくちゃおもろいんで。見てる方はわかると思うんですけど、名前聞くシーンで、ジェル君がすごい遠くに行って、離れてるのが分かる感じで収録してるじゃないですか。まあ、あのリアルさで爆笑しましたね、当時。聞き取れてない感じを再現してるのがマジで面白くて。あれはね、未だに何回見ても笑っちゃいますね。あれ、ちょっとあんま綺麗じゃないな。まあ、いいか。この上に乗っかってるのを真ん中に寄せて、この辺に少し隙間が入るといいですね。で、傾ける感じにするとかっこいいです。で、その以前のストプリの動画ね、いろんな人にちょっと見ていただいて、本当ありがたい話なんですけど、ジェル君の話が一番ちょっと熱を入れて喋ったんじゃないかなって思うくらい、人間的にめちゃくちゃ尊敬してます。なので、あの熱の入りようなんですけど、まあ、彼は基本的に本当に何でもできますよね。歌、ダンスはもちろんのこと、声真似、動画周り、編集も含めてね、脚本、音声収録と、まあ、演技、作詞、作曲とかも何でもできる、本当に多彩な男でございます。で、その、遠いさんシリーズが成立するのは、声の引き出しが多いからなんですよね。ヒロインの遠いさんはもちろんなんですけど、同級生のももちゃんとかね、ゆりちゃんとか、女の子の声も演じ分けられるし、ショタだろうがロリだろうが、おじいちゃんだろうがおばあちゃんだろうが、こう、老若男女問わず、しかも人外に至るまで、様々な声を瞬時に切り替えられるっていうところがもう、彼の真骨頂というかね、すごいと思います。そんなこと言ったらね、遠いさんの意ができました。上下にちょっと隙間を持たせると意外とバランスが取れますね。縦に長いやつはここが一番長くなるようにするとかっこいいと思います。でも、あとよくコメント欄でも聞いたのが、まあ、優しいっていうところですね。そのメンバーのみならずファンの無茶ぶりに対してもいつも 120% で返してくれる、まあ、絶対に怒らないし、懐のでかさみたいなところがきっと10代女子たちはもうキャーキャー言ってキュンキュンしてたまらないんだと思うんですけども、個人的にこう人としてね好きだなっていうところなんですけど、以前の動画とちょっと言ってることが重なるんで申し訳ないですけど、個人配信ですね、すごい印象に残ってて、根っこにあるのが人を笑顔にしたいっていうこの思いが本当に強くて、ここから全ての彼のエンターテイメントは作られてるのかなって。だからその人を笑わせるためにいろんなネタを考えるし、喜んでもらいたいから毎日動画制作とかアップロードを頑張るしっていう、こう一見するとただの目立ちたがり屋さんに見えてしまうこともあるかもしれないんですけど、実はそうじゃないんですよね。例えば犠牲になることもあるんですよね。こうメンバーが困ってたりしたら自分がこうあえて笑われに行く役を取ったりして誰かを守ってみたり、少し体を張ることでその場をこう和やかにできたり、人を笑顔にさせられるんなら俺がやるみたいな、人のためにっていうのが一番にある人なんですよ。そこが本当にかっこいい、人としてかっこいいなって思います。なんか人間としてのね器が本当にでかいなって思うんですよ。私がジェル君を好きな理由はね、もうそれ。かっこいいとか、声がどうのこうのっていうのは、正直言って結構二の次かもしれない。彼の人間性が一番私は惚れ込んでるかなって。なんかだから愛されるんだろうなっていうか。はい、ジェル君の字、全部同じ位置じゃなくて、少しずつずれてます。で、ここをちょっと斜めにするといいですね。多分ね、ジェル君をしてる人たちってかっこいいとかあると思うんですけど、そこだけじゃないというか、そういう人のことを一番に考えられる優しさみたいなところが好きなんじゃないかなっ
って思うんですけど、違いますかね。これ私だけですかね、思ってるの。皆さんの思うジェル君の魅力って何だと思うかっていうのを、あのコメント欄の方でぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします。わあ、ちょっと汚いな。もう一回。あー、もういいや。わからん。最初ののみたいな方は短くで、れの方をでかく、はっきりですね。はい、じゃあ今日は遠いジェルね、名前書きました。遠いジェルじゃないけど、遠いさんもジェル君も好きだからね。今、ゲストさんをですね募集しております。トップリのメンバー誰か一人に限定して、ゲストさんがこの人の、どこが好きなのかとか、なんで好きになったのかとか、そういうきっかけを私が質問していくので、それに楽しくお答えしていただければ、こちらの方で編集いたしますので、でそれを一本の動画にするっていう流れになります。ちょっとでも興味ある方は概要欄もしくはツイッターの固定ツイートにあります URL から参加してみてください。何か質問がある場合はツイッターの DM からしてきてくださっても構いませんので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、それでは本日の授業は以上です。ありがとうございました。